私の名前はパニコ。都内に住む10歳の女の子です。私は一人っ子で、ママは専業主婦。パパは外資系の企業に勤めていて、現在海外赴任中。パパは仕事が忙しく、数年に一回しか日本に帰ってきません。私はママと二人で過ごすことが多く、いつも一緒です。ママは私のことをすごく可愛がってくれて、よくお洋服を買ってくれます。今日も一緒に買い物に来ています。パニコちゃん、このスカートなんてどうかしら。袖のレースがとても可愛いし、リボンも大きくてお姫様みたいだわ。え、ママ、こういうフリフリのお洋服この前も買ったし、パニコ、たまにはズボンとか動きやすい服が着たいな。ママの子供の頃の夢は、おとぎ話のプリンセスになることだったんだって。だから大人になった今でも、お姫様のような、いわゆるブリブリ系の服が大好きで、私にブリブリな服を着せたがります。ママが自分で着ればいいのに。ふぅ、ズボン、ズボンですって。そんな野蛮な服着せられるわけないでしょう。女の子はね、スカートしか履いちゃいけないのよ。でも、学校のお友達はみんなズボン履いてるよ。女の子もみんなだよ。そんなの女の子じゃないわ。え？そんなこと仲良くしちゃダメって言ってるでしょ。パニコちゃんは特別な女の子なのよ。パニコちゃんはママのお姫様なんだからね。でもね、スカートだと鉄棒ができないんだ。パニコ、鉄棒やりたいの。鉄棒？そんなものお姫様はしないわよ。でも、お姫様は鉄棒なんかしないで、教室で本でも読んでればいいのよ。わかった？うん、いい子ね。そうだ、休み時間に読むための絵本を買ってあげる。人魚姫がいいわね。人魚姫はもう幼稚園で何度も読んだのに。ずっとママと二人で暮らしてきた私には、他に頼る大人がおらず、ママの意見に逆らうことはできませんでした。小学生とはいえ10歳にもなると、大人っぽいおしゃれな服装で学校に来る子もいます。私はだんだんと、毎日ピアノの発表会のようなひらひらのスカートにレースのリボンがついたブラウスを着て登校することが恥ずかしくなっていました。しかもママから可愛くないからという理由で体育着に着替えることを禁止されていたため、体育の授業や運動会はいつも欠席。日焼けをしてしまうからという理由で学校が終わった後に遊びに行くことも禁止され、せっかくできた友達も離れていきました。みんなから変わったお家の子扱いされて、私はクラスの中に溶け込むことができず、孤独な小学校生活を送りました。私は中学生になりました。成長期を迎えてから身長がぐいぐい伸び、小学校を卒業するときには165センチを超えていました。肩幅も広くなり、ママの好きなロリータファッションも今の私には似合いません。それでもママは私にお姫様のような服を着せることをやめませんでしたが、中学では制服を着て過ごせるようになったので、それが救いでした。ねえママ、この前買ってもらったこのお洋服なんだけど、もうチャックがきつくて着られないよ。え？また？この前も一着捨てたでしょう。また太ったの？え？私太ってはないと思うけど、クラスでも細い方だよ。クラスの中では細くても、お姫様の中ではデブよ。それにこの間の健康診断の結果、また身長が8センチも伸びてたわね。お姫様はね、小さくて可愛い女の子なのよ。でも学校の先生は身長が伸びるのはいいことだって、パニコちゃんまた大きくなってよかったねって言ってくれたよ。へえ、何言ってるの。もうこれ以上成長したら困るわ。お洋服が似合わなくなっちゃう。ごめんなさい。悪いと思うならダイエットしてちょうだい。いい？今日からお昼ご飯も夕飯も抜きよ。朝ご飯はサラダと栄養サプリだけ。え？お昼の給食は？お腹空いちゃうよ。そんなの残せばいいでしょ。絶対に食べてはダメよ。そんな。身長もこれ以上高くなっちゃダメよ。え？そんなの無理だよ。ママにいい考えがあるから任せて。寝る子は育つって言うでしょ。つまり寝なきゃいいのよ。え？寝るのは深夜の3時ね。朝は7時に起きなさい。
そんな1日4時間しか寝られないなんて学校で授業に集中できないよ。成長期が終わるまでの我慢よ。10代の間だけ頑張りなさい。でなきゃお姫様ではいられなくなるのよ。でもお姫様じゃないパニコちゃんなんてママは嫌いよ。そんなパニコ頑張るからお願いだから嫌いにならないで。パニコママに嫌われたくない。ママは昔から私が言うことを聞かないといつもそんなパニコちゃんママは嫌いよと言うのです。私は大好きなママに嫌われることが幼い頃からとても恐ろしく、最後にはいつもママの言うことを聞いてしまうのでした。その日から4時間の睡眠に少なすぎる食事という生活が始まりました。体はガリガリに痩せ、顔はやつれて肌も荒れ、睡眠不足で目の下にはクマができ、お姫様とは程遠い養子になっていく私。それでもママはやめさせてくれませんでした。私も辛いと感じる以上にママに嫌われるのが怖くて自分を追い込んでいったのです。辛いけどこれを乗り越えないとママに嫌われる。私にはママしかいないのに。そんな生活を続けて数ヶ月が経ったある日、私は学校で倒れました。目を覚ますと病院のベッドの上でした。そしてそこには泣き崩れるパパの姿がありました。パニコ、目を覚ましたのか。もう3日も眠っていたんだぞ。ごめんな、俺がいない間にこんなことになって。パパ、お仕事は？どうして日本にいるの？今月から日本に戻って勤務することになってたんだ。急に帰ってびっくりさせるつもりだったんだよ。そしたら病院の先生から連絡が来て心臓が止まるかと思ったよ。そうだったんだ。来てくれてありがとう。パパに会えて嬉しい。私がそう言うとパパは涙ぐみました。仕事が忙しいからってずっとパニコのことを放っておいてごめんな。ママはちょっと変わったところがあるけど、パニコのことを可愛がっている気持ちは本当だと思ってた。まさかこんなことになってるなんて。かわいそうに、こんなに痩せて、極度の栄養失調だそうだ。お腹空いただろ。もうすぐお昼ご飯の時間だからね。え、お昼ご飯？ダメだよ。お昼ご飯なんか食べたらパニコ成長しちゃう。成長したらママはパニコのこと嫌いになっちゃうの。パニコ、ママに嫌われたくない。もういいんだよ、そんなこと考えなくていいんだ。パニコはこれから何でも好きなものを食べて、好きなことをして、好きな服を着ていいんだよ。でも、あれ？ママは？その時初めて病室にママがいないことに気づきました。パパの話によると眠っていた数日の間にママは家を出て行ったようです。パパが追い出したんです。私が倒れたことでママのしていたことが発覚し、パパはママに大激怒。ママの両親もパパの両親も交えて家族会議になったみたい。ママは最後まで納得していなかったけど、ママの両親に説得されて実家に帰ったそうです。そっか、ママもういないんだね。ママ、私のこと嫌いになっちゃったのかな。そんなことはないよ。ママはパニコが大好きだけど、ママは今はパニコに会うべきではないんだ。これからはパパが一緒だからね。退院したらパパと買い物にでも行こう。うん。私は優しい先生たちや看護師さんのおかげで順調に回復し、退院することができました。病院で栄養も睡眠もたっぷりとって、やつれていた顔はふっくらし、肌もツヤツヤ、体も元気満点になりました。そして私は約束通りパパとお買い物に行きました。パニコ、どんなお洋服がいい？パパは女の子の服のことはわからないから、好きなものを選んでおいて。え？自分でお洋服を選んでいいの？もちろん、パニコの着たい服を選んでいいよ。じゃあ、ズボンでもいい？ズボンでもスパッツでも、袴でも何でもいいよ。私はその日、人生で初めてズボンを履きました。ズボンだけでなく、スニーカーやトレーナーなど、今まで着たいと思っていたお洋服をいっぱい買ってもらいました。自分で着たい服を自由に選ぶってなんて楽しいんだろう。私は生まれて初めて
幸せを感じました。買い物の帰り道は買ってもらったばかりの服に着替えてウキウキしながら歩きました。するととある人に声をかけられたのです。私モデル事務所のものです。お嬢さん背が高くてかっこいいですね。手足もスラッとして素敵。あなたモデルの仕事をやってみない？え、モデル？背が高くてかっこいいなんて言われたの初めて。私が戸惑っているとパパが背中を押してくれました。いいじゃないかパニコ。パニコはとっても可愛いしスタイルもいい。今日買ったお洋服もとても似合ってるよ。いしし、本当？私も今日いろんなお洋服を着てみるのがとっても楽しかったの。お洋服が好きならモデルの仕事はぴったりよ。私やってみようかな。決まりね。あなた絶対売れっ子になるわよ。私は勇気を出してモデルの道を進んでみることにしたのです。撮影現場でいろいろなお洋服を着られるのが嬉しくて楽しみながら全力で仕事に取り組んでいたらいつの間にか仕事がどんどん増えていきました。所属事務所の中でも仕事の多さがトップクラスになり CM に出たりすることも。一方でパパとママの離婚が成立し親権が正式にパパに渡りました。パパとの新しい生活も学校もモデルの仕事もとても楽しく毎日が充実しています。私は芸能活動が軌道になり現役女子高生モデルとして有名になっていました。自分で言うのもなんですがかなりの人気で最近は海外のショーに出たりもしているんですよ。そんなある日、なんと数年間連絡を取っていなかったママが突然事務所に押しかけてきたのです。ママは海外旅行にでも行くんじゃないかと思う大きなキャリーケースを持っていました。パニコちゃん元気にしてた？実家の親とパパが厳しくて会わせてもらえなかったの。寂しい思いさせてごめんね。ママ久しぶりだね。大好きだったママの声を久しぶりに聞いたというのに私の声は震えていました。ママと離れてパパと暮らすうちに私はママとの生活は異常なものだったのだと思うようになりました。娘を着せ替え人形みたいに扱うなんてあんなのは本当の愛情じゃない。今ではママのことを軽蔑しています。パニコちゃんが出てる化粧品の CM 見たわよ。でもあの衣装はパニコちゃんには全然似合ってないわ。今度ママがもっと可愛いお洋服を買ってあげるからね。だってパニコちゃんはママのお姫様なんだもんね。ママのお姫様、そのワードを聞いて私の中で張り詰めた糸のようなものがプチンと切れるのを感じました。この人私の人生を何だと思ってるの？娘を人形扱いして育ててきたこと何も反省してないの？私は倒れて入院までしたのに。今まで私がどれほど貴重な時間や体験をママに奪われてきたのか思い知らせてやる。久しぶりに会ったと思ったらまだママのお姫様とか言ってるの？ママは何も成長してないのね。え？私はママのお姫様じゃない。ママのお姫様だった幼い私はもうどこにもいないのよ。え？何言ってるの？パニコちゃんはいつまでもママのお姫様で大切なお人形さんでしょ？私は人間よ。身長も伸びるし、ご飯も食べるし、睡眠時間だって必要なの。ママのせいで私は体調を崩したし、友達だっていなくなった。みんなに変な目で見られて、小学生時代はずっと孤独な毎日だった。どうしちゃったのパニコちゃん、そんなにハキハキ喋るなんて。パパがあなたをそんなはしたない子にしたのね。あの脳なし男め、あんなやつに娘を教育するなんてやっぱり無理だったのよ。もうパパのところには置いておけない。パニコちゃん、またママと一緒に暮らしましょうね。絶対に嫌。ママとの生活なんてもうこりごりよ。そんなこと言わないで。パニコちゃん、これ見て、素敵なお洋服があるの。パニコちゃんに着てもらおうと思ってたくさん買ってきたのよ。ママは持ってきたキャリーケースを開けて中の荷物を広げ始めました。キャリーケースに入っていたのは大量の洋服。ママの大好きなプリップリの
フリフリの洋服ばかりです。事務所のロビーで突然フリマを始めたドキュンなおばさんに、ロビーを行き交う人たちも奇妙な目を向けています。もういい加減にしてよ。私はママのところに戻る気はないし、もう二度と会いたくもないんだから。ふぅ、ママに向かってなんてこと言うの。ママと暮らすって言ってくれるまでここから動かないから。ママはそう言うと、キャリーケースから寝袋を取り出し、その中に入ってロビーに寝っ転がったのです。まさかの野営体制。その異様な姿を見て、母親への未練は一かけらもなくなりました。代わりに今まで感じたことのない怒りが湧いてきたのです。ちょっとおばさん、やめてよね。おばさん、ちょっとパニコちゃん、それまさかママのことじゃないわよね。あんたのことよ。しわくちゃほうれい線出まくり趣味悪おばさん。ほうれい線、しわくちゃ。私はもうあんたのことママなんて呼ばないわ。娘のこと着せ替え人形にして楽しんでるような趣味の悪いおばさんなんてママじゃないもん。これ以上ここにいるなら警察を呼ぶからね。警察？何を言ってるのパニコちゃん。パニコちゃんだってこういうお洋服大好きだったじゃない。私がいつそんなブリブリな服が好きだなんて言った。体育の授業を休みたいなんて言った。ズボン履きたくないなんて言った。あんたのお姫様だなんて言った。着せ替え人形ですなんて言った。ちょ、待って、パニコちゃん、もうやめて。ママだってパニコちゃんの将来のことを考えてしたことだったのよ。パニコちゃんがいつまでも可愛いパニコちゃんでいられるように。そんなことを頼んだ覚えはないっつーの。妄想も大概にしてよね。これがあの可愛いパニコちゃん。こんな子じゃなかったのに。私には優しくて私のことを理解してくれるパパがいるし、ママなんか必要ない。あんたのこともママとも思ってないし、二度と私に関わらないで、趣味悪おばさん。二度と関わらないって？そんな、じゃあ、私のお姫様もどこに行ったの？そんなの、もともといなかったんだよ。そんな、そんな、私の可愛いマネキンが。マネキン？娘をそんな風に思ってたなんて最低だね。そんなにマネキンが欲しいならいくらでもくれてやる。私は事務所から衣装用のマネキンを持ってきて、趣味悪おばさんの前に置くとこう言い放ちました。このマネキンと一緒に一生おとぎの国の中に閉じこもってな。その時マネージャーが呼んだ警察が到着し、趣味悪おばさんは連行されていきました。厳重注意を受けたそうですが、その後も趣味悪おばさんは事務所の周りをうろついたり、服を何着も送りつけてきたりと迷惑行為を繰り返したのです。そこで私はストーカー行為として被害届を提出。すると今度こそ姿を見せなくなりました。人から聞いた話では、あれから趣味悪おばさんはマネキン用にブランド服を買い込み、借金まみれでマネキンに話しかける日々なんだとか。私は毒母と縁が切れたことで気持ちが晴れ、学業も仕事も今まで以上に精力的に頑張っています。有名な海外ブランドのイメージモデルの仕事も決まって、ますます忙しくなりそう。ねえねえパパ、今度のショーの衣装すっごい可愛くない？ああ、パニコらしくていいな。絶対に似合うよ。ああ、ほんと毎日好きなお洋服に囲まれて幸せだな。自分の人生は自分のために生きないとね。私はもうお人形でもマネキンでもないんだから。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。